はい、どうも、トヨシボーイズチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、本日は特別会でございます。トヨシボーイズ最後の配信でございます。あ、ちょっと待って、なんかこれ違うな。2021年ラスト配信でございます。もう1年終わりまして、はい、2021年激動の年という感じでございましたけれども、1年間突っ走りましたね、なんかね。我々まあ YouTube でトヨシボーイズチャンネルっていうのをねやって、まあ1年2年2年ぐらいか、大体2ヶ月ぐらいか、うん、そうね、やってきましたけども、もうね1年丸々経っておりますので、ちょっと振り返りみたいなこととかもしつつ、あと僕らの、そもそもトヨシボーイズって何者だよっていうのを、もうね結構途中から入ってる方って、これ相当数いるので、そうですね、まあ改めてねトヨシボーイズっていうのがどうやってできて、今に至ってるのかみたいな話をちょっと最後しようかなと思っておりまして、まずどうしましょうかね、僕らのルーツを先に話すか、それともその、今年2021年の、まあ振り返りを先にやるか。じゃあその先にどういう出会いで、どうなったかで今年いいんだね。じゃあもうずっと順を追って話した方がいいか。そんな感じいいんじゃない？はい。はい。ということで、じゃあ僕ら、トヨシボーイズがどうやって結成されたかというところからお話していこうかなと思うんですけれども、はい。まず、我々ですね、トヨシボーイズ、まあ出会いというか、きっかけがですね、渡辺コメディスクール作家コースというところに、我々が、入学というかね。そうですね。いわゆるあの NSC 吉本の養成所みたいなのがあるんですけど、それの、渡辺コメディスクールっていうのがあるんですよね。あの鍋プロのやつが。はい、で、そこにまあ入学したと。で、その、期が同じだった。だから同期、ね。そうですね。よく言うよね。13期生だったかな、はい。そうですね。だったと思うんですけど。作家の、はい、作家コース。で、芸人コースで言うとね、あの平野ノラさんとか、最近で言うとね、あの、納言の、みゆきさんかな。あ、そう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 ね。同期とかだと思いますけれどもね。はい。まあそこで作家コースとしてスタート。で、そこで、もう生徒として初顔合わせという感じですね。そうですね。それが2010年とかですよね。11年前。ね。はい。11年前か。長いですね。いや、長いね。そう考えると。で、まあお互いね、まあその、みんなね、やっぱり、作家、放送作家になりたいっていうやつらばっかりの学校ではあるので、はい、基本的にはその、私、面白いですよっていうか、面白いこと考えられますよみたいな人たちがまあ基本集まるというか、そうですね。いうところなんですよ。なんかそれなりに名前も売れた女の子とかもいたしね、中には。そうそう。あとね、入学するときに、なんかね、大喜利とか、企画考えたりとかで、その、オーディションみたいなのして入る人とかもいたりとかで、ハライチさんとか確かそれで免除になったりとかね、そんなね、なんかいろんな入学の仕方があって、まあ僕ら結構普通に入った感じでしたけども。そうそう、ね、で、そこで、まあ、初対面。印象どうでした？最悪。返す刀が早すぎない？最悪。俺もほんまに一番苦手なタイプです。あ、そうですか。というのもなんかね、席自由なのよ。なんだろうね、いわゆる予備校みたいな感じ。そうですね、大学とかあんなのと一緒で、ね、席決まってなくて、自分が座った席が今日1時間のあなたの席ですよ、なのよね。で、先生が前おって、で、あの時はね、確かね、輪になったの、最初。はいはいはい。ね、あの、机、椅子並べて、ね、そうそう。輪にしてか。輪にしてて。でね、僕はね、入り口から一番近いとこ座ってたの。で、岸本さんは、先生に一番近いとこ座ってたの。先生、まあ、一番講師にね。そう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 。座ってたわけよ。あ、もう、なんか、なんていうんですかね、先生のご機嫌取りしますかみたいな、スタートからね。はいはい、はい。そういうところがちょっと僕は苦手。だから、この、路肩になってるところの、ここの前半のここの部分、前の方の、この部分に座ってるやつはもうみんな、蹴落としていこうと思ってた。前2列ぐらいが、まあ、いわゆるその、なんていうかな、積極的に授業に参加しますっていう感じの人たち。大嫌いだったね。で、まあ、僕は確かにそっち側にいました、ね。確かに一番前にいました。いました。いましたよね。まあ、それはもう、もちろんね、やる気を見せるのが一番。でもそれが正解なんですけどね。ね、はい。っていうことで、まあ、そうだったんです。僕はそう苦手でした、最初。そうすか。うん。僕はですね、最悪ですね。
なんでやねん。印象で言うと最悪。いや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 、そんなことないっしょ。わざわざ入学してきてるのにも関わらず、何をそんな車に構えた感じ出してんのこいつらっていうグループが後ろの方に溜まってた。そうそうそう、そうだそうだった。で、なんかその、俺らは別に、あんまり興味ないですから、オーラを出してて。だったら作家なれんくてもいいけど、ね。それならそれでいいですけど、みたいな。別に、ね。僕らのセンスについてこれます、みたいな空気出してるやつが、どっちかというと後ろにいて、はい。そう、後ろでしたね。で、まあなんかちょっとネガティブなオーラをみんなで出してる感じで。はいはい。まあそいつらはそれぞれちょっと固まってて。うん、固まってた。お前らで徒党組むかいと思ったんだけど、うん。でもその中にも入ってなかったけど、ね、だから、で、その中で、もう、なんていうかな、結構若い感じだったんだよね。その結構年齢層バラバラで。だって22だもん、あの時。結構年いってる年長組が、まあ前寄りにいて、で、まあなんていうかな、高校生ぐらいの若い子とかも、いた結構後ろの方で、いました。ちょっとまあ、所在ないというかね、どうしていいかわかんねえなっていう感じでいた中に、まあまあ、どっちかっていうと、まあ後ろ側にいて、でなんかね、もう本当に腹立つのが、授業を受けに来てるのにもかかわらずよ、その、悪の経典みたいなのの、ハードカバーのクソでかい本を持ってきて、で、授業前とかになんか読み出すわけよ、こうやって。いや、おもろいんや。こうやって。うん。今読まなくてもいやいやいや、んなことないっすよ。別に。みんなでこれからまあいろいろね、その、必要なコミュニケーション取るわけじゃないの、はいね、っていう段階で、私、悪の経典の方が面白いですか、っていう感じを出してくるやつ。こいつは仲良くなれないなと思いまして。僕だってみんなのこと下に見てましたもん。もう実はテレビで仕事してて。うん。AD でね。そうそう。ね、僕も20歳ぐらいからやって、あ、じゃあ18、19ぐらいからやってたのも、もう3年目なんですよ。うん、うん。いわばね。あの時には。うん、だから、後輩ちゃんたちが頑張ってなっていう気持ちで見てますよね。いやいや。まあまあ、それは別に構わないんだけどね。そうそう。うん、で、まあまあ、やっぱり基本的には同期ってことで。うん、同期同期。で、グループを作って、その、なんか、なんて言うんだろうな、企画をさ、ね、やるとかもあったから。なんか、何字枠の、どのタレントさんが出てるやつで、企画を考えていこうみたいなのありましたね。そう、そういうのを、まあ、やる上でも、非常にめんどくさいタイプのやつだなっていう感じではありましたね。はいはい、それはありましたね。でもその時点で考えるなら、今こうやってるのはあまり想像できない状況ではありましたけどね。あれ、だからあれっすよね。なんか、言っても、もう序盤に目立つメンバーみたいなのが決まってて。まあ、それはね、自主申告で、積極的に手を挙げないと発言できないとかあったからね。そうですよね。だから30人いたら、もう発揮し、あの中で10人ないぐらいのグループがもう出来上がってたんですよね。そうだね。最初の方に。それがなんかできる一軍じゃないけれども。はいはい、もうヒエラルキーがね、やっぱり、ね。出来上がって、その中に岸本さんも当然いて、で、僕もなんか誰かに誘われてそのご飯会みたいなの呼ばれていったんですよ。はい、はい、言ってましたね。確か久保ビル。クボビルだったと思うけどね。クボビルに声かけられたんだと思う。クボさんっていう、最年長ぐらいの。そうそう、最年長。俺らの10個ぐらいだったっけ、北海道出身のね。ぐらいの方が、まあまあ、ちょっとね、いて。でも同期では一番面白かったけどね。俺もそう思う。で、クボビルさんが、なんかみんなで仲良くご飯食べようよみたいな感じになったのかな、確か。うんうん、それでなんか何人かでご飯食べるようになって、その中に岸本さんもいたんですよ。そうだ、ね。で、その時には僕はもう奥さんになる前に彼女ね、がいて、今の奥さんいて、んで、なんだったかな、なんか渋谷に、かんざしを買いに行きたいって言ったんですよ。なんかプレゼントで。そう。うん、奥さん、二十歳なるから。うん。二十歳なるから、二十歳のかんざしを。かんざしって渋いな、今考えると。いや、二十歳やから、成人式で、かんざしのプレゼントしたいって言って、で、僕は、そのかんざしも手作りがいい。その売ってるもん、既製品とかじゃなくって、なんか手作りがいいって言ったら、その渋谷にあると、どうやら。はいはい。ちょっとじゃあ行こうかなと思ったら、岸本さんが渋谷は俺の庭だって言って、案内してやるよ。かんざしは確かあったよって言って案内してくれたら潰れてたんですよね。そうそう。結構ね、専門店でやってたんだよ、確か。で、俺も何度か見かけた記憶があったんだけど、もうたまたまその前日ぐらいに多分潰れたんだろうね。もう俺ね、見た感じでは全然、跡形もなく、なくなってました。だって場所はありましたもんね。そうそう、場所もあって、看板もあったんですけど、やってなくって調べたら潰れてるっていうし。数日前ぐらいだった。そうそうそう。ああ、これあかんわ、こんなもんええわ。じゃあ自分もまた調べていこうかなと思ってたら、なんかすごい美味しいコーヒー出すとこがあるんだよ、つって。
ほんで僕なんでも全然知らないから、せっかくだからそうそう、ずーっともう18から仕事しかしてないから、はいはい、美味しいコーヒーってすごいお兄さんやなと思って、うん、あ、じゃあお願いします、岸本さんって言って、じゃあ行こう行こうって駅前行くんですよ。こんな駅前近いところのこんな名店というかあるんやなと思ったら、うん、スターバックスやったよな。まあまあまあ、美味しいコーヒー出すでしょ。いや、美味しいコーヒー出すけど、で僕はその時知らずにスターバックス。うわ、すっごい美味しいコーヒー屋がある。おしゃれで。そう。しかも渋谷のど真ん中にあるっていうね。うん、すごい、兄さんやなって思って。ちょっと恥ずかしい感じになってるけど、うん、まあ10年前そうそう、10年前だから。スタバもまだね、うん、まあまあもう有名だあったけど。有名だあったけども。で僕知らなかったスタバックス、ね、初めて知りました、その時に、11年前に。だって今でもないでしょ、うん、岡山には。岡山1点できた。1点あるんだ。うん。じゃあ知らないよ。そう、知らなかった。そういうね、なんかちょっとだけそういうのやって、うん、で、そこで多分ね、初めてメール交換をしたんですよ。そうだそうだ、懐かしい。メール教えてくださいよとか言って、うん、俺教えたのに、うん、待てど暮らせど、一回もメール来ないなと思って。いや、来ない。そう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 。で、なんかの時にやりとりしたい、しようと思って、うん、あれ、お前メールアドレス送ってきてなくないっつったら、うん、いやいや、送られてきてないですよ。そう、来てないの。言われて、え、俺絶対送ったけどね、うん、これでしょっつって見せて、うん、お、これですってなって、で、俺がそのメール、うん、え、絶対送ってる、これ何日見てみっつったら、うん、あ、送られてきてましたって見たら、うん、迷惑メールみたいにしてて。あ、そう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 。捨ててんのよ。うん、いや、だから、いたずらかなと思って。いや、どういうつもりなんか、こいつと。いや、違う。あれ、それは岸本さんが悪くて。めちゃくちゃ腹立って、あれ。メールアドレスが、なんか言ってるかわかんないけど、ブランキー・ジェット・シティだったのよ。だから、俺ね、例えばだけれども、木村拓哉が、はい、僕、木村拓哉とか、うん、いや、僕ね、実は、って言ったマネージャーと間違えて送ってきてあるじゃない。迷惑メールみたいな、はいはい。ブランキー・ジェット・シティ選ぶ渋いやつがいるんだなって思って、その業者にね。あったね。俺好きやったから、ブランキー・ジェット・シティね。だから、ああ、いや、でも A 線ついてるけど、これブランキー・ジェット・シティグループで送ってくるわけないやろ、こいつ。アホやなって。いや、岸本ですだ。思って、それをもうそのまますぐにゴミ箱か迷惑メールのところに。渡しましたね、行きましたね。ちょ、それで、ちょっとよくわかんないやつだなとは思いましたけど、ね。あった、あった、あった、懐かしいっすね。その後に、うん、多分、うん、企画とかで一緒になったりとか、うん、そうそうだ。まあ、その辺、それこそ前もなんか言ってた、うん、ね、結構仲いい、うん、お前と同い年の、作家の志望の子がいて、はい、まあ、その3人でよくつるむようになったりとかって感じだったかな。そうそう。一番多分仲良くなったのは、あれだと思います。大喜利大会の裏方やった時、うん、そうそうそう、うん、芸人コースの人がやる、うん、大喜利の大会をやるから、うん、作家としてどうやったら面白くなるかとか大喜利の問題考えてくるっていうのをまあやって、うん、そうっすね。でその時にね、もうちょっと俺らで面白いやつ考えようぜみたいな感じでよく集まってたんでね。そうそうそう、そう、うん、で僕の出しうん、大喜利のお題が全部落ちて覚えてるけど何個かは、うん、まあ落ちるよそれこそトップの芸人がやるならまだしも、うん、その芸人まだなる前の子たちにやらせるにはだいぶハードルが高いよ、うん、お題をだからやってて、なんか芸人さんが確かあれ司会というか進行みたいなのしていて、そうそう、裏方の方もね、うん、でその人に「いや大喜利でお笑い取っちゃダメなのよ」って言われて、うん、問題でね。そうそう。そう。でも僕は信用してないから、芸人さんの答えなんて。だから大喜利の答えで言われちゃった方がいいじゃないって思ったんですけど、うん、信用してくださいって言われて、うん、あ、じゃあ信用しますって言って寄せたんですけど、全部。うん、寄せたのに落とされてたね。そうそう。全部ぶっ飛んでるって言われて、落とされましたね、確かね。だからまあね、うん、そういうところは、なんか尖ってる感出してたけどね。で、まあまあね。うん。それはありましたね、確かにね。それで仲良くなったね。そこで、まあ、うん、お互いの問題作ったりとか、うん、答えたりとかで、まあちょっとその、うんうん、まあ、面白い感じになりそうだな、みたいなので、はい、よく3人でつるんで、うん、で、まあ、結果そっから、卒業までは結構仲良くやってて、うん、はい、そうっすね。はい、しましたね、仲良く。で、卒業した時に、まあ、結構バラバラになるんですよね、基本的に。そうそうそう。好きなところへどうぞっていう、ね。卒業してからはもう、関係ないって感じになるんで、うん、まあ、普通はそこで付き合いが一旦なくなるんだけど、うん、意外とね、その後も、なんかちょくちょく会ったりとかで。まあ、家近かったっていうのもあったんでしょうね、その3人がね。うん、そうだね。うん、で、まあ、そっから、まあ、なんだろうな。まあ、三人でなんか活動しようみたいになって。そう。グループ作ろうみたいな。そうそう。で、その時はまだ都市ボーイズとかではなく、そう。
なんか3人組で名もないなんかトリオみたいなのをやってて、うん、その中でなんか例えばコントの DVD 作ろうとかって、あ、そうそう、懐かしい、いろいろロケ行ってなんかコント DVD 作ってみたいなのやったりとか、あの透明人間がもう透明人間になって遊び尽くしちゃって、うん、することなくなった野良透明人間っていう確か、うん、そうだね、そんなやつだったね、コントだった、うん、懐かしい、でやったもんね、いろいろやったやった、うん、作った記憶があるからな、うん、でそういうのもやって、まあ、なんか3人で作ったものも出せればいいね、うん、みたいな感じで始めたのが、まあネットラジオなんですよね。そうネットラジオだった、うん、そうネットラジオで、その時なんてタイトルでやってたかな、ちょっと覚えてない、当時でも僕らが、うん、ラジオ大好きで3人とも聞いてて、うん、なんかいつかこのラジオみたいなやってみたいよねっていうのから始まったんですよね。そうだね、うん、で僕はずっとポッドキャスト聞いてたので、うん、翔さんも聞いてたのか、うん、で僕は伊集院光さんが大好きで、うん、で伊集院光さんのところにランキングが出るんだよね、うん、並べたらこれ嬉しいだろうなと思って、なんかポッドキャストどうっていうのを確かね岸本さんか僕が言ったんですよ。あの時お前が言ったんじゃないかな、多分かな、うん、ポッドキャスト、そう僕ずっと聞いてたんで伊集院さんのね、うん、っていうか、まあ、爆笑問題さんとかもそうですけど、うん、でランキング入ればなっていう感じ、確かポッドキャスト始めたんですよ。そうそう、うん、ただね、まあ始めたはいいものの、うん、そのね、なかなかちょっと、うん、まあ、うまくいかなかったというか。いや、違いますよ。違います。うまくいかないです。うまくいかせなかった。そこも、うん、俺、うまいこと今カットしていこうかなと思ったんだけど。いやいや、いかせなかったの。そうですか。うまくいかせなかったの。まあまあ、頑張りが足んなかったね。そうね。うん、まあ、だから、その3人でやってたんですけど、うん、その3人の中の、うん、まあ、俺らじゃないもう一人のメンバーが、うん、ちょっとポッドキャスト担当みたいになったんですね、うん、そうそう、アップ担当ね、アップとかそのダウン編集とかね、そうそうとかを担当ってことになってんで、うん、今一番できたからっていうので担当にしたんですけど、待てど暮らせどちょっとポッドキャストが上がらないという時期が続きまして、気がついたら数ヶ月経ってるみたいなことになって、半年ぐらいやったかな、で、うん、これはなんかおかしいぞということで、うん、まあ、早瀬が、うん、ちょっとやってみるわってことでやったら、うん、まあ、その日だっけ ?2 時間 ?2 時間ぐらいで、うん、できちゃって、うん、どういうことやねんということになりまして、めちゃくちゃ切れて、はい。半年間って大事だからさ、うん、その何かやる気になってるやつのスタートの半年間って超大事なのよ。そうだね。そう。確かに。いや、普通になんかもうスタートしてて、もう何年か経った後の半年じゃないのよ。うん、スタートの半年大事やから、うん、ここのモチベーションも取り戻せないよと思って。だからめっちゃ腹立ったの。すごいね、うん。そうじゃん、だって。まあそうなんだよ。で、今ちょっと仲良くなりかけてるの、またね、うんうん。また腹立ってきたから、縁切ろうかな、あいつと。ムカついてきたから。まあまあもう雪解けはね、令和をきっかけに雪解けしたって話も年見ながらしてる、うん。令和ですしって謝ってきたの。そうそうそうまあそういうのがあって、うん、あったあった、まあ結果まあ、うん、じゃあちょっと、これは、俺がやるっていうことで、早瀬が、まあ基本、今度は担当変わって、で、ちょっともう、できないからっていうことで、俺と二人で今度やろうっていうことになって、初めてこの二人の形っていうのが、そこで初めてできたっていうことだよね。なんか、上げる技術とか、知識とかもう勉強してつけたから、一日で2時間で、ついて上げられたから、まあ、いや、じゃあこのままなんか、やりましょうよ、二人で、って言って、サイゼリアだ、もう潰れたね。サイゼリアだね。もう潰れてるサイゼリアのとこに呼んで、岸本さんを、はい。で、僕はもうポッドキャストをいろんなジャンル見て、うん、で、二人が好きなもので、勝負できるものって都市伝説とか怪談とかがまだ上がってなかった、今みたいに ね、ポッドキャストで。だそれを中心にやっていきませんかって企画を全部考えて、それこそ今ある、オシェットン伝説とか、うん、なんかいろいろ歴史のやつとか、いろいろまあ企画名考えて、ペライチかなんかにして、出したの、岸本さんに、うん。で、岸本さんももう、ああ、じゃあやろっかって言って始まったのよね。そうだね。最初は。うん、そうそう。速攻のスピード感早かったね、もう。速攻やったもんね、うん。もう見て、もう5分もないぐらいで、うん、じゃあやろっかっていう感じで。うん。うん、まあ、ほんと、たまたまというかね、その、うん、オカルトは結構共通で、意外とできそうだなっていうのがもうそもそもあったから、まあ、これでいこうっていうのはすぐなって、うん、で、名前もね、すぐそこで、その場で決めて。あれは岸本さん決めたんですよ。そうそうそう。あった、その日の夜よね。うん。か、何日か後に岸本さんが、いや、都市ボーイズでいこうって。うん、どうって来て、まあ僕シティボーイズ好きだし、岸本さんも好きなんで、うん、
で都市伝説かかってるし、あちょうどええやんって言って都市ボーイズいいですねーって盛り上がってそのままつけたって感じよね、うん、そうだね。まさかこれを6年使うと思わなかったけど、ね、あの時はね。まあでも始めた当初は、うん、まあ都市伝説ボーイズ、都市伝説ボーイズって言われてね、あそうそう言われて言われた、島田さんにね、島田さんもいつまで経っても覚えねー、都市伝説ボーイズってそうそう言われた。でもまあそれもねあったんですけど、今やねもう慣れてきてみんな、うん、まあ定着してきたかなと思いますけど、そうそうありますよね。だから簡単に決めたんだよね、そんなに難しく考えずにね、うん、なんかスパッと決まって、うん、でタイトルも確か簡単に決まったもんね。そうだね、その日のうちぐらいに決まって、うん、なんとなくでバーッと決めて、そうっすね。でもそのまんまのもう流れとか流れで作り方もそうだし、うん、その場で1回目収録してからもうほとんどその形崩さず、うん、今に至るまでやってるもんね。6年間何も変わらず、何にも変わってないんじゃないかな。そうそうそう、何も変わらず、ジングル少し変わっ、いや変わってねえか、最初のやつとかね、ギーパターンみたいな。変わってないね、ほぼほぼ。そうっすよね。たまにだからちょっと音声のとかそういうので調整とかはしてると思うけど、でも、うん、ほぼ一緒よね。確か第1回目第2回目くらいから変わってないと思う。うん、うん、ただまあ今ねリバイバルみたいのでちょくちょくやってたりするけど、うん、その頃と、まあ、ほぼほぼスタイルは一緒って感じ。何も変わってないですよね。声の若さと、うんうん、あの張り切り感、あそうですね、はまあちょっとありましたけど、うん、まあまあね、ちょっと恥ずかしいですけどね、うん、10年経ってるんで、そうですね、でそれぐらいでもう、うん、あの今のいわゆる年みなきって言われてる、うん、あのポッドキャストの番組はもう形に作られて、ね、危機あったの知ってる？危機があったの知ってる？何の危機が？僕一回やめようと実は思ってたんですよ。あ、本当？2015の9月。なんで覚えてんの？初めて4ヶ月、5ヶ月の時ですね、うん。俺もうやめようかなと思ってる時あって、うん、上げてすぐランキング1位とかになってありがたかったんですけど、うん、これお金にならないなと思ったんですよ。ああ、ポッドキャストかね。そう、4、5ヶ月経って、で、ランキング1位とかにやっても伊集院光さんと並ぶようになったのよね、ランキングで。そうだね。で、その、まあ、その後、TBS は撤退するんですけど、うん、その時に、こんなに並んで、すごい人らと並んでるのに名前がね、うん、仕事も何も来ないし、確かにな。だし、どうしよっかなって思って、うん、まあ、ちょっと、スタート結構ね、熱持ってやってたけど、うん、確かにこれって、どこに繋がってるんだろうなって、編集しながらずっと考えてたんですよ。うん、TBS の撤退理由がそうだったからね。そうそうそう。お金にならないっていうので撤退だった。で、リュウさんも怒ってました、ラジオでね。うん、お金にならないの最初から分かってんだろみたいな言ってましたけど、うん、僕も、まさにもう、それで、TBS 側で。まあね、時間かかる割にはってことになっちゃうもんね。うんうん、楽しいで、できないよなって思ったんですよ。うん、岸本さんにはずっと来てもらってるし、うん、無償で、うん。で、なおかつその、何言って、でも来てくれる、まあ優しいからね、うん、だからそれに甘えてちゃダメだよなと思って、うん、これはどうしようかなって思ったんですよ、うん、僕ももう6年前って27か8、27とか6なんで、うんうん、もう30近いしちゃんと道決めないかんよなと思って、申し訳ないけど一回もうほんまやめようかなって思ってたんですけど、その時に CS の緊急検証があって、うん、それで山口先生、まあ僕憧れなんでと会えるよっていう、うんうん、ランキングのなんかね、トーナメントがあったんですよ、うん。それで優勝したら続けようって。うん、優勝しなかったらもうやめちゃおうかなってさ、思ってたんです。ちょっとね。思ってたんですよ、うん。で、それ奥さんにも言って、うん、そしたら奥さんがそのままランキング、その、あ、オカルトした感情だ、ね。それを見つけてくれて、うん、で、じゃあもう、もしうまくいかなかったらやめちゃえよっつって、うん、でうまくいったら一生続けろって言われたんですよ。かなりの二択をそこで迫ってたんで、そう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 、知らないとこで、うん、なんか言われたの、その、うん、やめたいなーっていう気持ちの方が大きいと思うから、うん、続けるよりもね、まあ、やっぱ続けることって難しいから、それを思ってる段階でもうちょっとそうだもんね、うん、寄ってるよね、 そっちにだし悪いなと思ってたからね、うん、一番は、うん、だからどうしようかなと思ってってした奥さんが、いやもう、うん、その今までずーっとやってきたことを簡単に切るっていうことは多分考えてないし、これでもうもしあのダメだったらもうやめてって言ってで、うん、自分も言うわみたいな、うん、でも結婚するって決まってたからその時には、うん、っていうのもあったんですよ。へえ、そうそう、全然知らねえわ。いやそれだって全然知らねえとこで、いやそうそう、すごい存亡の危機があったんだ。いやでも申し訳ないって気持ちがすっごい大きかったの、ずーっと。あ、そう、何にもならないし、したら東さん、うん、ロフトプラスワン、ロフト関係、ね、そうそう、うん、の東さんが声かけてくれて、
いろいろ面倒見てくれたじゃない。まあ、今もそうですけど、ね、そうそう、イベント振ってくれて、うん、憧れのロフトコン立てて、うん、誰がなかったら結構危なかったかもしれないですね。確かに、まあしばらく、結構人気はすぐ出たじゃん。もう出た。出た。ないでよ。ないで、ね。狭い世界でだけど、うん、だからある種、何もないのが不思議だったよね、もう、うん、その。もう全然仕事来なかったんで。で、今より多分、ポッドキャスト自体も、まだあんまり知られてなかったですね。うん、そうですね。当時ね。相当コアなコンテンツだったからな。で、TBS も抜けるし、うん、大丈夫かなってちょっと思いながらやってた。で、別にサッカー業がすげえうまくいってるわけでもそう、言ってない言ってない。俺ずっとアルバイトしてたし。そうだよね。うん、だ俺もそうそう、そういう意味では、確かに、よく続けてたなと思うよな。だから、いつ言われるかなと思ってたの、もうやめないって。ああ。その、なんもないんだもん、だって。俺でも逆で、あれだったよ。うん、別に、大してうまくいってなかったから、すべての、うん。まあね。だから別にいいかなと思って。あ、その、岸本さん、その、ポテス以外のね、ことがね、作家とかのね。まあまあ、でもやれることはやっとた方がいいんじゃないかなぐらい。いや、だから、いや、すぐ、ほんまに申し訳ないというのがあったから、うん、そのまあ YouTube を始めてね、その、ポッドキャスト始めて4年後に。うん、だから、19年。だいぶかかったな。19年、ね。本当に ?19 年。今、まあ、ちょっとやれって言ってたけどね、岸本さん。やった方がやった方がやった方がいいんだよって言ってたけど、でも、なんか僕が。乗らなかったよね、お前。そう、ポッドキャストっていうので、どうにかしたかったってのがあったの。そう、ポッドキャストでこだわってたんだ。うん、その当時。そう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 。いや、ポッドキャストを裏切るような、うん、みたいな感じのことを、うん。そう。だけど、言ってるわ。ポッドキャストから何もしてもらってないんだよね。恩恵を受けてねえし、恩もない。そう、勝手にだってやつだから。そう。だって俺お金払ってんだもん。そうそう、ずーっと今も。なのに、うん、なぜかポッドキャストは、そうそう。生みの親ぐらい。そう。生みの親は切れませんよっていう感じだった。でも、未だに熱はやっぱりポッドキャストはあるから、うん、だから、ちょっとなって思ってたんですけど、でも、まあ30超えてね、はい、結婚もして、うん、で、いや、これさすがにちょっとなんもないのもうあかんやろって思って、で、岸本さんもなんかちょっとね、病気とかいろいろし始めてて、病気してた俺。ポッドキャストの時も、入院したりとか、あったね、あ、そういうことね。いろいろあって、で、ちゃんとやらななって思ったんですよ。うん。うん、で、YouTube を始めたんだ、僕は。そうだね。そう。うん。これはもう恩返ししないとって。思い越しが動いたと。そうそうそう。ポッドキャストはもう、いいと。そんな、いや、いいじゃなくて、まあ、並行して。でも、ポッドキャストもあの時選択肢としてやめるっていうのもありだったのに、やめなかったもんね、やっぱり、ね。やめなかった。うん、だって、あの時ちょっと上がったもんね。やめる、やめないみたいな。いや、でもそれはずっと続けてることだし。ね、もうファンついてるしって思ったよね。うん、そうそう、ね、だからやめらんないって言って、やって今っていう感じなんで、なんか、もう、キョンさんがね、時々、うん、僕の体壊しかけてる時あるじゃん。うん、昨日も、ゲー吐きながらデニスさんのイベントも出てるし、ほんまに体調悪くてずーっと、うん、その4年間があるからさ、俺の中では。いやいや、もう別に借金じゃないから。いや、時間の借金をしてるよ。借金じゃないから、ね。時間の借金をしてるよ。で、奥さんにもだいぶ迷惑かけてるし、うん、だから、これはもう、これ一生かけないとっていうのは思ったの、その時に。一生じゃね、4年分って。いや。もうそれで。大事な4年。人の4年と自分の4年、自分の4年ぐらいだったら別にいいんだけど、うん、人の4年っていうのも大事だから、ちょっと何も文句言われてないし。それがあるから、そうそう、まあちょっと、やらんとっていうことになってると。最初ね、スタートはね。うん、だし、なんか、いけるなと思ったの。うん。肌感覚ですけど、最初、手応えを感じた。オープニングを作ったの、東京タワー逆になるみたいな。ね、作ったの。その時に結構反応が良くって、うん、あら、これもしかしていけんじゃないかなと思って。うん、結構ね、YouTube をスタートダッシュも良かったよね。うん、そうそう。もともと、ポッドキャストファンがいっぱいいたから、うん、っていうのもあるけど。島田さんとかも出させてもらって、ね、オカルトラジオさんとか出させてもらって、うん、結構やりなよって言ってくれた人がいたの。うん、ちょめちょめクラブの大島さんとか、マット翔さんとかいろいろいて、うん、で、初めて、あ、それもトモさんも言ってたわ。うん、オカルトラジオトモさんも、やった方がいいっすよ、YouTube つって、うん。で、始めたのもあったから、うん。で、今はだから恩返し、ちょっとはできてんのかなと思って、いながらやってる。その編集とかもずーっと。うん、だなんか、うまいもんこの間食ったんだよって話とか、うん、奥さんクリスマスプレゼントなんかちょっとごっついの買うたりとかするときに、うん、あ、やっててよかったって思うね。ちょっと。ちょっと、借金返してるみたいな。そうそうそう、返してるなって、寝てるなって思ってる。うん。そうそう、なんか。まあまあ。ね、とか、うん、あれっすね、イベントのギャラとかも上がってくるじゃない。うん、自分らでやってるやつとかね。もちろん。そうそう、お客さんの視聴数とかも増えてくるから、うん、その、を見てるときに、あ、恩返しできてるなぁとは思う。うん。うん。
そうだね。ますね。でもそういう意味ではもうちょっと、あれだね。うん、かなりうまくいってよかったなっていう部分はあるよね。そうそうそう。僕はもうその、まあ勝手にですけど考えてた負い目があったから、だから、うん、いや、ありがたいなって思う。見てくれててね、皆さん。まあね、そうだね。本当、視聴者が増えたおかげだったからね、全部が。それはありますね。まあまあ、そうっすね。どうっすか？そうそう、この1年はね。どうっすか、この1年。なんか、岸本さん的に。変わったことというか。まあ、でも、もう、再三言ってるけど、やってること自体はほぼ変わってないんですよ、途中。途中からも。ほぼほぼずっと同じなんで、それはもう、それで、習慣というか生活になってるから、ね、特にそれについて考えるってことはないんだけど、やっぱでもあれよね、ファンの人が増えてきて、で交流もね、そのお便り会とかも通したり、コメントもいっぱいくれたりとか、まあまあイベントも来てくれたりとか、あとあれ手紙もらったりとか、グッズのあのなんだっけ、グッズっていうかあれ、お土産みたいなのがね、どっか行きましたとかね、さ、そういうのあると、もうすごい、嬉しいなと思いますね。やってきてよかったなっていうのは。編集めちゃめちゃきついけど、やっぱ読みますもんね。その、お便りというか、直接いただいたね。そうね。そうねって編集してないやろ、おい。そうねであるかい、おい。見る見る、これ。いや、見る見るじゃねえ、見るな。もう。でもそうそう、それはある。だから、岸本さんも僕も力もらってると思う。皆さん。そうだね。まあ、だから、ありがたいことだよね、反応があるっていうのはね。そうそう、それは本当にありがたい。反応なくなったらやっぱりね、かなり厳しいだろうから、こういう業界はね。そうですね、それはあると思う。あるうちにちゃんとやっとかなきゃなと思いますよ、ほんと。まあ、なんか、その、ふわっと始めたもんだからさ、いつなんかその人の反応がなくなるんだろうというか、まあなくなるかもしれないけど。まあまあ減っても、そうそうそう、しょうがない話だから。普通のことだと思うけどね。そうそう、だからまあ、今本当に、うまくいってるかどうか分かんないけれども、今、満足までできてないんですよ、僕は。どん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 上に行きたいから、だから、ついてきてほしいなと思うし、反応って、まあ、ありがたいなと思いますよね、嬉しい。そうね。あと、もう、さすがに隠し通せなくなってきたわ。え？何で？業界の人に。あはははバレた？ちょいちょいバレ始めた。本当に？なんて言われんの？いや、なんて言われるって感じじゃない。急になんかね、なんかね、ツイッターフォローされてたりとか、そうそうそう、そう、なんか急に飲み行こうみたいなことになって、連絡来たりとかするの、意味わかんないの。まあ、急に、急にね。そうそう。で、そういうので、あ、多分ちょくちょくバレてんだ、これって思って、そう、その辺はね、ちょっとドキッとするんですけど、そっかそっか。もうでもそうだよな、しょうがないなっていうのはありますけどね。僕はね、もう打ち合わせの最初に、おめえ YouTuber だもんなって言われるぐらい。そうだ。おめえ YouTuber だもんな。もらってんのとか、そうね。ギャラいられよなとか、なんかいじられるなって、今までは普通のただの一人のね、作家だったんで、ちょっと入りづらかったんですけど、その YouTube っていうのがあることによって、なんか楽になりました、僕は。だいぶそう、バレてというか、みんなが知ってくれてるんで、最初に。もうどういうキャラかっていうのね。いや、もう知ってたら逆にそう振り切れるね。そう、それはすごいありがたいですね。言われないのが一番なんか嫌だね。そう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 。知ってるやろうに。知ってる感じなのに言わないっていう感じとかね。で、YouTube の話題とか、YouTuber の話題になった時、ちょっとドキッとするの。そう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 、なるなる。いや、最近人気ある YouTuber とか知ってるみたいな。いや、ちょっとあんま YouTube 見ないんだよとか。みんなで怒ってますよ。言えよ。言えよ。俺自分って言えよ。自分って言えよ。もう言っちゃ言っちゃ言っちゃ。そう、たまにあるんだよな。俺だけの違うから、お前で言えよもうって。そこがね、ちょっと今本業に支障出てる部分ではある。僕も自分で言ってますよ。あ、本当。誰かいい人いますか？僕どうですかね？ああ。俺は、それ、早瀬はやるけどね。はいはいはい。楽なんで。まあね。僕、だから、今度決まりかけてます。交渉が。二人で何かできるみたいなね。それはあると思う。確かに交渉って面倒なんですよね。出せるか出せないかっていう。だからそれで言うと、まあ自分だから楽は楽よな。まあ、でも、そうっすね。まあ、本当に、皆さんのおかげでというか、今年一年はかなり、いろいろうまくやれたというか、面白くやれたなという感じですかね。で、まあ、来年というか、これ、そうだよね。来年は、まあまあ、さらに、いろんなことをやるかなって。もう結構もういろいろ決まってることも多いんで。多いよね。びっくりするような仕事もね、来てるし。ちょっと、僕ら
の、うん、今までの感じとは想像できない人との絡みとかあるあるあったりする予定なんで、うん、まあ、その辺がね決まり次第またそうっすねとかごっつい変な仕事も入ってるし、なんかようわからん2022年になりそう。そうね、まあ、でも2021年よりは調子良くなるかなっていう感じ。スタートだしね。そうね。あともう目標にしてた20万人も、うん、多分 ね、 ね、頭ぐらいに行きそうな感じなんで、はい、まあ、その時にね、なんかやろうかなとかは思ってますけど。うん、まあ急に僕が生じゃチンチン出してバンされる可能性もあるけどね。20万人行く前に。全然あるし。でもそこの尖りはなくしたくないから。いや、それ尖りじゃない。俺はそれで、それでダメになったら全然いい。うん、いやいや、行かれてる。なんかぬるーくやってってどんどん人気落ちるぐらいだったら、それの方が俺は全然いい。で言って、もう、出しちゃえ。で20万人記念の生配信で、チンチン出して番になって、伝説になって終わる方が俺はいい。まあまあ、かっこいいよね。うん、でも食えなくなるからね。そうそうそう。まあまあ、それはそれでいいや、ね。まあ、おもろいはおもろいけどね。まあ、そんな感じっすかね。そんな感じ。なんか、今年やりたいこととかないですか？今年っていうか、来年。あ、来年。うん。来年だ、やりたいことを、意外とさ、やるやるって言ってて、やっぱできてないものが多いなっていう、うん、そのロケモノに関しては、やるやるとは言ってたんですけどね、ちょっと。そうっすね。コロナなっちゃったってのもあるし。増えたのもあるしね。あ、そうね。前俺らがだってロケやるやる言ってた時って、こんな多くなかったもんね。そうそう。ロケモノね。だから、ちょっと、これどうしようかなと思うんですけど。うん、あれは？心霊ドラマ。うんうん。僕らの、脚本をね、ある番組で、2、30本ぐらい書いたんだけれども、うん、その番組自体がちょっとボツになっちゃったんで、うん、台本だけがあるんですよね。台本とか脚本みたいな、ね。脚本だけがあるので、うん、なんかドラマとかね、心霊の。そうね。うん、なんか作ってみたい。そういうところにお金かけてもいいかもね。うん、結構面白いしね、ほんでね、うん。自分で言うのなんだけど。いや、そうだね。うん、面白いと思うよ。うんね。やれば。そうそう。だって、いいなって思う。そもそもその、結構、うん、名のある方が見て面白いって判断したものだから。そうです、そうです。それは全然、まあ、これいいよ。このままドラマできるじゃんとかっていうのばっかりがある2、30本なんで。そうね。できるよね。形はどうするかちょっと決めなきゃいけないけど、ね、うん。でも確かに出してもいいね。そういうの。ね。うん。ドラマで。そうだな。裏方の方で出すみたいなのもありだな。そうそう、長江監督やってくんねえかな。監督いやそうだね。谷口監督とかね。ああ。うん。心霊のね。アウトローな、ね。そう。もうでも辞めるって言ってたからどうかわかんないけれども。うん。まあでも確かにちょっといいね。うん、そういう。ドラマとかね、やってみたい。うん、あと、マキチョンさんの歌ね。なんで急になんで、歌めちゃめちゃうめえのよ。なんで歌っけ、なんか、オカルトチャンネルで歌歌うタイミングないか。2022年はだからシングル1枚ちょっと出したいですよね。シングル。なら、じゃあ、まあ、うん、来年の今頃にはちょっとあれだね、うん、俺は紅白出る。そう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 。なんか円盤やのってええから、ダウンロード版とかでええから、なんか一本。配信？そうそう、一本なんか欲しいよな。作る？で、ちゃんとさ、作って、うん、で、ちゃんと PV とかもあって。ああ、いいね、うん。なんか無駄な感じで、ね。そうそうそう。無駄にちゃんとやる。うん、砂浜さーっと歩きながら歌ったりとかね、翔さんが。だからそんなのがあったりとかさ。カラオケビデオみたいなの作りたい。思いっきり救急車来たの。やらん方がいいってことじゃん、これ。まあでも、ちょっと、やってないことはやりましょうかね。やってないことはね。一個二個は。少なくとも。そうね、僕はあれがいいな。民放に二人で出たい。YouTube じゃないけれど。ずっと言ってるよね。僕はずっと出たいんですよ。民放にこだわるよね。やっぱ僕は民放そんな民放にこだわるって思って。ちっちゃい頃からもうテレビ大好きで、そもそも、毎回僕は、部屋借りるときにどこにテレビを置こうっていうとこから始まるんですよ。うん、テレビ大好きなので、未だにテレビ、その何十チャンネル見てるし、うん、見なきゃいけないというか、まあ、ずっと見てる番組が、注目してる番組があるので、そのくらい好きなんで、テレビは。うん、だ二人でそのテレビに出たい。僕はその、マツコの知らない世界でさせてもらったけど、やっぱり、二人でなんか出たいなとはずっと思ってますよね、民放で。でCS じゃなくて。そこすげえこだわるよな。民放いいじゃん、やっぱり。民放がいいね。今でも逆にこだわってる人あんまいないかもしんないから。うん、テレビ欄乗りたいの。二人で。チャンネルのね、ラテ欄に乗りたいの。なるほどね。あっこに都市ボイス並んだら俺多分泣くな。嬉しくって、テレビ大好きだから。それはすごいね、なんか。未だにテレビ大好きだからね。まあでも、最近ちょくちょくやっぱり、オカルト人気みたいなのも上がってきてて、うんね、まあ民放も確かにその、注目してるジャンルだとは思うんで、夏場ぐらいに。それならもうゴリゴリ押すってのもありだけどね。
裏方で、なんか聞かれた時に、僕はね、恥を忍んで。ずっと押してますよ。あ、本当に僕も二人で、二人で。できなくてな、それ。恥ずかしくて。いや、もうずっとやってる。最初に僕言われるんで、もう、お前 YouTube やもんなーって言われるから、じゃあもうええよなと思って言ってますね。なるほど。バレてないのは難しいと思うけどね。うん。そっか。なるほど、なるほど。それはあります。まあじゃあその辺を目指してやろうかなって感じですね、じゃあ。はい。はい。なんでまあ一応ちょっと長いですけど、今回まあまあね、あの最後振り返りということで、はい、まあ年末年、うん、年始か、うん、年始も通常運転というか普通通りにやる感じですよね。年始も変わらず、はい、やらせていただきますし、はい、年始はイベントがたくさんあるんで、うん、それも見ていただければなと思います。概要欄に全部貼っとくので、はい、はい、見ていってください。じゃあ今年は皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。良いお年を。私はこれ以上でございます。ありがとうございました。